てやん。これね、ノンバウこういうのを見るときに、大体魚のこういうのを見るときに、このヒレの枚数とか位置っていうの大きさもこれ気にして見るといろいろ見えてきて、例えばここにヒレが一つあると、もう一つここにもあると、そうだね。でこっちの魚はどうかっていう話、これなそういうふうにはなってない、うん、そうそう、先生も、先生もいるぞ、先生も、マテガイ、マテガイの仲間もいる、マテガイ、ここ、このお姉さんは、あの、これ、三島オコゼの仲間だからね、三島オコゼの仲間だからね、これ三島おこぜの仲間でね、三島おこぜね、スターゲイザーだ、砂の中に潜ってで上に電波を作って、で上を通過する魚をこうパクッと捕まえることができる。
よかった。